1982年8月15日ワシントン州、この日シアトルまで南下するグリーンリバーで川下りを楽しんでいたロバート・エイン・ワーズは水中に2つの遺体を発見します。川の中を覗き込んだ瞬間、水中から彼を睨み返すかのようなその視線に思わず凍りつくロバート。はじめはマネキンだと思った。ほどなくしてグリーンリバーに到着した警察はさらなる犠牲者の遺体を川岸から発見します。そう、ここはこの後20年にもわたりワシントン州を恐怖のどん底に陥れることとなるグリーンリバーキラーが選んだ犠牲者たちの墓場だったのです。グリーンリバーキラーの犠牲者は公式には49名とされていますが、彼は後にこう話したといいます。正確な犠牲者の数は多すぎて覚えていない。今日はグリーンリバーキラーゲリー・リッチマイにグローファイリング。眠れなくなっても知らないぜ。グロファイリングはご覧のメンバーシップ会員のほか、多くのグロファイラーたちによって支えられています。さて今日はグリーンリバーキラーです。死神のポスターが何度かけ直しても落ちてくるので、ここを定位置にしました。リッジウェイを一言で言うと性欲の塊、男子高校生のような果てしない性欲を持ち、そのためだけに連続殺人を行った男がリッジウェイです。もっともそれ以外はリッジウェイは至って普通の男です。高校卒業以来、彼は同じ職場で働き、同僚からは社交的で愉快な人物と見られ、怒鳴ったり怒ったりすることもない。戸建て住宅を所有し、近隣トラブルもない。しかし彼の裏の顔は狂気に満ちた理解不能なものでした。今日も動画の最後の部分でメンバーシップ限定動画を30秒ほど流していますので、ぜひ最後までご覧ください。今日のメンバーシップはもう一人のストーリーテラーであるニッキーが実写で質問に答えていますので、お楽しみに。それでは行ってみましょう。ちょっと風邪気味。1982年8月にグリーンリバーで発見された犠牲者たちの死因は全て絞殺でした。遺体は死後1週間ほど経過している状態のものや、死後わずか24時間以内と判断された状態のものもありました。24時間以内にグリーンリバーキラーはここにいたのです。グリーンリバーでは82年に入ってからすでに2人の若い女性の絞殺遺体が発見されていて、この場所で何かが起きていることは明らかでした。これまでに経験したことのないただならぬ事態に、地元警察は連続殺人犯がグリーンリバー周辺にいると考え、 FBI のプロファイラーの協力を得て捜査チームを立ち上げました。と同時に捜査官たちは8年前に起きたある連続殺人犯による凄惨な事件を思い出していました。勘の良いグロファイラーならすでにお分かりかと思います。1982年の8年前、1974年から78年にかけて全米でおびただしい数の犠牲者を出した男、テッド・バンディです。バンディのような連続殺人犯がこのグリーンリバーにいるのかもしれない。足元にへばりつくような恐怖を捜査官たちは感じていました。捜査チームが捜査を進めていくと、彼らは犠牲者にある共通点があることに気づきます。そう、この共通点こそ過去多くの事件の解決を長期化に導いたある要素でした。グリーンリバーキラーの犠牲者たちはほとんど全て売春婦だったのです。後にゲイリー・リッチュウェイはこう話しています。売春婦であれば失踪したとしてもすぐに捜索願いが出ることはない。うまくいけば一生捜索願いが出ないかもしれない。実際この点については世界共通で多くの連続殺人犯が彼女たちの失踪届が出にくいという属性に注目し、犯行に及んでいるのも事実です。以前に扱った韓国のユ・ヨンチョルもまさにこの発想でした。職業に規制はありませんが、売春婦という職業はどうしてもそういった類の男と出会いやすいというリスクは事実としてあるかと思います。捜査官たちは早速シアトルの売春街で捜査を始めますが、売春婦たちの態度は協力的ではなく、なかなか有力な情報は得られませんでした。そんな中、捜査チームはスーザンという一人の売春婦からある情報を手に入れます。数ヶ月前、客として知り合った青と白のピックアップトラックに乗った男に殺されそうになったというのです。その晩スーザンが男のトラックに乗ると、男はいきなり銃を向けてきたといいます。その後性的暴行をスーザンに加えた男は運転中にグリーンリバーキラーについて言及したといいます。命の危険を感じたスーザンは信号待ちの間になんとか車から逃げ出しましたが、似たような事件はグリーンリバーで遺体が発見された8月にも発生していました。捜査チームはスーザンの話を受け、青と白のピックアップトラックを全域で手配します。82年9月、捜査チームは一人の男を拘束します。青と白のピックアップトラックに乗ったその男の名はクラーク。そう、グリーンリバー事件で、リッジウェイの逮捕が長引いた理由の一つとして、このように模倣犯や複数の目撃証言が錯綜し、容疑者を絞ることができなかったという点が挙げられます。他にもタクシー運転手の男や肉屋の男なども重要な容疑者とされていましたが、捜査は空振りに終わっていました。ただこの時点で捜査チームは気づいていなかったのです。ある事件
件の解決が長期化し未解決事件となる場合、そんな場合真犯人はすでに取り調べを受けているケースがほとんどだということに、ロシアで52人の犠牲者を出したアンドレイ・チカチーロが逮捕までに複数回の取り調べを受けていたこと、韓国のファソン連続殺人事件のイ・チュンジェが解決の32年前に参考人として取り調べを受けていたことと同じように、ゲイリー・リッジュウェイも83年の時点で容疑者候補の一人として取り調べを受けていたのです。1983年4月30日、売春婦であるマリー・マルバーの失踪に関して最後に彼女と話していたとして参考人とされた男こそグリーンリバーキラーであるゲイリー・リッジュウェイだったのです。もっともこの時捜査チームはリッジュウェイの自宅を訪ね参考人として話を聞いただけで、それ以上の追及は行っていません。この後捜査チームがリッジュウェイに違和感を感じ、この時の参考人リストを引っ張り出すのはこの日から4年後のことになります。ゲイリー・リッジウェイを一言で表現するなら性欲の塊です。彼はそのためだけに犯行を重ね犠牲者を出し続けました。リッジウェイが犠牲者を売春婦に絞った理由は、先に説明した自分の犯行をバレにくくするということもありましたが、リッジウェイは殺害によって売春代金の支払いをしなくて済むという点、さらには遺体であればいつでも自分の思い通りにできること、それを重視していました。ただでやってその後も満足できる、リッジウェイはいかにコストをかけず自分の欲望を満たすか、そのことしか考えていませんでした。一人の客として売春婦に近づいた彼は、まずは彼女たちに信頼してもらうことから始めました。普通の客として彼女たちの話に耳を傾け相談に乗り、時には自分の息子の写真を見せ相手を油断させます。その後自宅や車の中で行為に及んだ後、後ろから考察します。冒頭で触れた通り、リッジウェイには見た目のいかつさもなく、休日には教会に通う熱心なキリスト教の信者でもありました。職を転々としていたわけでもなく、職場での評判も悪くない、売春婦のみが唯一の息抜き、そんなありがちな男が希代の連続殺人鬼ゲイリー・リッジウェイでした。1983年の12月になると、リッジウェイは遺体を遺棄する場所をこれまでのグリーンリバー周辺からシアトルの空港と湖の近くに変更します。この遺体を遺棄するという行為にはリッジウェイ独特のこだわりがありました。彼はまるで獣が獲物を隠すかのように遺体を一箇所にまとめて集中的に遺棄していました。彼によってクラスターと呼ばれたその遺棄場所は、リッジウェイにとっては自分が思う存分欲望を発揮できる場所であり、彼は犯行後クラスターの近くを車などで通るたびに独特の満足感と高揚感を感じていたといいます。84年に入ると4月までにすでに9体の遺体が発見され、シアトルの街は大騒ぎになります。そしてこの後一向に光明が見えてこないグリーンリバーキラーの捜査状況を知ったある男が対策本部宛てに捜査協力を申し出てきます。ここで映画であれば腕利きの FBI 捜査官が登場して事件解決、そういう感じでしょうが、実際はちょっと違います。捜査協力をしてきた男とは、グロファイラのみんなは誰だと思いますか？ある意味腕利きの FBI 捜査官より映画っぽい、いかにもアメリカっぽい感じです。一向に解決の糸口が見えてこない捜査に、対策本部にコンタクトを取ってきた人物とはテッド・バンディ、その男でした。バンディは連続殺人犯の心理は連続殺人犯だけが分かると言わんばかりにグリーンリバーキラーのプロファイリングを行いました。バンディのグリーンリバーキラーに関する洞察は事件の解決に直接的な影響を与えたわけではありませんが、グリーンリバーキラーのより緻密なプロファイル情報の構築に役立ったといいます。犯人と被害者は顔見知りであり、殺害前には親しくしていた。遺体の発見現場にはさらに多くの遺体があるはずであり、犯人の自宅近くで全ての犯行が行われているはずだ。これらの情報はバンディが独自にプロファイリングした情報であり、リッジウェイのプロファイリングとしては一定の評価はできるかと思います。もっともこういった異例の助言にもかかわらず、捜査は依然暗礁に乗り上げたままだったのも事実です。この後リッジウェイはあることをきっかけとして捕まるわけですが、その前にリッジウェイの過去を見てみましょう。ゲイリー・リッジウェイは1949年2月18日に3人兄弟の真ん中としてユタ州ソルトレイクシティで生まれました。リッジウェイの家庭は多くのシリアルキラーに共通する要素を含んだ典型的な家庭でした。支配的な母であるメアリーは身体的にも精神的にもリッジウェイを蔑み、多くの屈辱をリッジウェイに与え育てました。母は夫と子供たちには極度に支配的であり、気に入らないことがあるたびに暴力を振るいました。13歳になってもおねしょが治らないリッジウェイのことを母メアリーは家族の前でなじりバカにしたといいます。このように幼少期に経験する母からの拒絶や屈辱は以降その子の人格形成に大きな影響を与えるということは科学的な証明が不要なほど数多の連続殺人犯に共通する要素です。そんなリッジウェイですが、一説には彼は母に対して怒りと同時に性的な魅力も感じています。
感じていたといいます。母に対する怒りと相反する性的な感情、このあたりが後のリッチウェイの中で異常な性欲と殺人というタブーが結びつく源泉だったのかもしれません。リッチウェイの IQ は低く、彼は高校1年で留年をしています。またこの頃リッチウェイは特に理由もなく6歳の少年を森に連れ込み、ナイフで刺して殺害する一歩手前まで行っています。後にリッチウェイはこの時のことを、あの子を殺してみたらどんな気分になるかと思ってと話しています。この点はエド・ケンパーが初めての凶行を祖母に対し行い、祖母を撃ってみたらどんな気持ちになるかと思ってと考えていたことと不気味なほど似ています。高校を卒業したリッジウェイは一人目の妻と結婚しますが、1年で離婚。2度目の結婚の頃からリッジウェイは異常な性欲と変態的な趣味に没頭し始めます。リッジウェイは日に何度も妻を求め、野外や公共の場所、さらには事件現場などでそれを行うことを望んだといいます。もっともその反面、キリスト教に狂信的になり、聖書を音読し始め、教会の厳しい教えを妻に強要するなど、リッジウェイの中での価値観の振り幅は非常に激しいものになっていきます。もっとも妻によれば、リッジウェイは性癖こそ変態であったが、それ以上何か彼が自分や息子に暴力を振るったりしたことはなかったといいます。そして1981年2回目の離婚をし、リッジウェイは凶行に及ぶのです。1987年の初め、リッジウェイは売春婦を装った潜入捜査官を襲おうとしたとして拘束されますが、嘘発見器で反応が出なかった彼はそのまま釈放されてしまいます。もっともこの時、捜査チームのマット刑事だけはリッジウェイにただならぬ疑念を感じ、リッジウェイの情報を調べ始めます。1980年、売春婦の首を絞めたとして起訴。1982年、売春婦と一緒にいたところを止められ警察の取り調べを受ける。1983年、マリー・マルバーの失踪に関して参考人として取り調べを受ける。これまでの捜査記録に何度も登場するゲイリー・リッジウェイという名とマット刑事が感じた疑惑がつながった瞬間でした。この男こそグリーン・リバーキラーに違いない。1987年4月8日、捜査本部はリッジウェイの家を家宅捜索しますが、彼をグリーン・リバーキラーと結びつける確証は出ず、勾留期間を過ぎたリッジウェイは釈放されてしまいます。そしてそれから16年、49人の犠牲者を出し1500万ドルの捜査費用を費やしたグリーン・リバー事件は、アメリカ史上最大規模の未解決事件として知られるようになりました。グリーン・リバー事件のもどかしい点は、遺体の発見場所、リッジウェイの住む場所、リッジウェイの職場もずっと同じ地域でありながら、さらには警察は何度もリッジウェイに接触しながら彼を犯人だと断定することができなかったことです。リッジウェイはテッド・バンディのように頭がいいわけでも、ヘンリー・ルーカスのように複数の州にまたがって犯行を行っていたわけでもないのに、なぜか捕まらなかった。しかし捜査チームはリッジウェイの自宅を家宅捜索したあの時、ある可能性に欠けていたのです。将来の科学捜査の進歩を信じ、精度の高い DNA 鑑定の技術が普及し、それを使えるようになるまで待っていたのです。捜査チームはあの日、リッジウェイの唾液サンプルを取ることを忘れていなかったのです。2000年頃になって急速に発展した DNA 鑑定の技術は、保管されていたリッジウェイの DNA と犠牲者たちの体に残ったグリーンリバーキラーの体液を結びつけたのです。テクノロジーの進歩がグリーンリバーことゲイリー・リッジウェイを追い詰めたのです。2001年11月30日、リッジウェイは高校卒業後から勤めていた自動車塗装工場での勤務後、自宅に向かう途中で逮捕されました。1982年にグリーンリバーから遺体が発見されてからおよそ20年が経過していました。2003年11月、リッジウェイは犠牲者の正確な行き場所の確認と殺人の罪を認めることと引き換えに司法取引を行い、死刑を免除されました。12月、ゲイリー・リッジウェイには仮釈放の可能性のない終身刑48回の判決が下されました。ゲイリー・リッジウェイは現在も収監中です。そう、知りたい。なんか質問ないから無理やり。そう、すいません、ありがとうございます。申し訳ない。すいません。辛いもので好きなメニューは何ですか？辛いものはね、焼肉屋さんにあるテグタンスープが好き。